グに代わるフリー〇〇を考案しよう。どうも、ショナリストです。はい、どうぞ。まあ渋谷に今いるんですけれども、はい、渋谷のハチ公前っていうのはね、めちゃくちゃフリーハグやってるんですよ。今日はあのいないですけど、まあ今平成が終わって令和に入ってね、早3ヶ月ぐらい、もうフリーハグなんてフリーよ。フリーハグは平成に置いてこようと、令和はまた新しいフリーなんとかが流行るかなと思いまして、今回はいつも通り新世紀とミレニアムに分かれてフリー〇〇、まあ、フリーなんちゃらを考えてきました。でもそれをこうお互い30分30分でここでやりまして、より多くの人を集められたフリー〇〇が令和で流行するフリー〇〇になるか。了解です。というわけで今回はフリーハグに代わるフリー〇〇を考案していきます。やっていきましょう。はい、僕たちはですね、はい、何をしていくんだと言いますとですね、はい、フリー〇〇、つまりフリー藤原達也でございます。はい、どういうことですか。よくわからんなと、はい、いう方が多数でございますが、まあ僕がですね、藤原達也になります。今からまあ下ろすだけなんですけど、まあ来てくださった方にちょっとアクションをしてもらって、それに対する藤原達也の反応をね、見せてあげようかなと。まあフリーでね、藤原達也さんのねリアクションが見れるというね、なんとも素敵な機会なのでね、まあ皆さん来ると思います。ということでやっていきましょう。まあ開幕検討つきませんね、この時点では。じゃあ30分間、フリー藤原達也、よーいスタート。フリー藤原達也やってまーす。皆さん来てください。これを、これを、前は声出せよ。前はフリー藤原達也やってまーす。フリー藤原達也やってます、来てください。お前が打ち切ってどうすんだよ。フリー藤原達也です。これちっちゃ、結構張ってんだよ。フリー藤原達也、フリー藤原達也やりてませんか。藤原達也に会います。やばいぞ、一人も来ないです。やばい、みんな興味ないの、みんな興味ない。次、リュウジラタツヤさん、ちょっとだけいじめてもらっていいですか。あ、わかりました。何でもいいんで。はい、あ、もうちょい、もうちょい、もうちょい、うっそ、どうしてだよ。ありがとうございました。ありがとうございました。やべえな、不評ですね。1人目不評でした。やばいっすね、まあ、かなり地獄の空気がね、僕の周りに漂っているので、まあ、気のせいだと思います。そう、藤原達也になっていただくためにちょっと怒らせてほしいんですよ。そう、もうこういっちゃって、いきます。これでね、2人目なんだ。おっさん、おっさんだよ。おっさん、落ちました。怪獣くだばな。できない、できない。落ちた、あのおじさんが、あの際のおじさんが俺を動揺させないために何も言わないで落ちた。おっさん、おっさん、くっ。お願いします。フリーで藤原達也やってるんで、ドゥルル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 
とうございます。じゃあぜひちょっとあの100点の演技が出るぐらいまで。そうですね。87か。ちょっと100点欲しいか。もう1回いっちゃう。ダイナーはいい映画だったよ。ありがとう。また見てね。皆さん藤原達也に興味がなかったのでしょうかね、あまり。まあということでね、新関チーム頑張ってください。